はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビッシュです。では、今回は、インペラトルローマ。思わず、ハーツオバーヤンって言いそうになってしまったんですけども、インペラトルローマ、やっていきたいというふうに思います。で、前回こちらの内容に関しては、チュートリアルをね、プレイしたというところをお届けしたと思うんですけども、今回から本編ということで、いよいよね、本格的なプレイを開始していこうというふうに思っています。なので、まずシングルプレイからニューゲーム。で、インペラトルローマ。実はまだチュートリアル、プラスちょっとロケハンをした程度で、ほとんど、進め方、内容、セオリー、分かっていない部分、多々あるので、できればね、皆さんからいろいろアドバイスをいただいたり、時に叱咤激励、していただければ、いいかなというところで、生温かい目で見守っていただきたいというふうに思っています。で、このインペラトルローマなんですけども、前回もお話ししている通り、パラドックス社製のゲームなので、まあ、基本的な、進め方というか、画面の見た目というか、まあ、ユーザーインターフェースに関してはね、そこまで違和感はないんですけども、完全新作のゲームなので、やっぱり、全然操作感が違う、プレイフィールが違うというところがあるので、そのあたりもね、一緒に苦戦しながら楽しんでいただければというふうに思います。で、選べる国家、まあ、かなり多いんですけども、一方で、まあ、正直言って聞いたこともない、読み方もわからないという国家の方が多くてですね、今回じゃあどこを選ぶのかというのをいくつか検討したんですけども、まあ、今回はですね、こちら、エジプトを選んでいこうかなというふうに思ってます。エジプトです。で、難易度はすみません、一旦簡単にさせていただいて、このエジプトをね、選んでいきます。ここです。で、エジプトに関して言うと、政府、宗教、文化と、画面の右上に出ていて、統治者に関しても、ラジットがすでに選択されているという状態です。で、人口、外交ということで、まあ、それぞれね、外交にある関係国家含めて出ていると思います。アンドロス。で、アンドロスがどこにあるんだいというところなんですけども、これがまずわからない。コス。衛星国。まあ、このあたりも含めてね、ちょっと苦戦が予想されるんですけども、プレイの方はしていきましょう。で、エジプトの中身なんですが、まあ、せっかくね、推奨国家の一つとして出てきていて、説明文も出ているので、ちょっと確認していきましょう。プトレミーのラジット朝はナイルの極めて肥沃なデルタ地帯を固く保持しています。これラジットっていうのは今まさに統治者になっているこのラジットですかね。これの、このラジットの顔を見ると、俳優のちょっと名前が出てこない。後で確認します。にちょっと似てますね。で、アンティギナスの第一子、デマティリウスの手によって最近海軍が破滅的な敗北を喫したことにより、エジプトの海軍は事実上存在しません。とはいえ、ナイルのデルタ地帯の凝縮された経済により軍の再編に十分な桁外れの収入を得られる。桁外れだからね。しかし、エジプトの人口の多数はグリーク系の大君主とは異なる文化で宗教を持っているため注意が必要です、というところですね。じゃあこちらを選んでいきましょう。さあ、アレクサンドロス大王、いきなり出てきてますけども、確認していきます。18年前、アルギアス朝の王アレクサンドロスはバビロンにて急死。その32年間の生涯に幕を閉じた。32年間か。僕が今36歳なんで、急死。まあ当然、これ450年ということの話なんで、寿命はね、今に比べて大変短いというところだと思うんですけど、それにしたって32歳は早いですよね。彼が没するまでの5年間に成し遂げた軍事的快進撃は、ギリシャ世界を変容させ、彼の帝国はエジプトからインダス川に至るまで、間断なく続く広大な領域をその版図とした。もうね、僕の得意な分野は、戦国、幕末、あとは、まあ、近代としては、まあ、世界大戦期、まあ、特に第二次世界大戦期なんで、まあ、これ古代って言っていいのかな、400年、450年って、この時期は相当弱い教科書レベルなんですけども そういう状態だという説明です。
アレクサンドロスが後継者を指名することなく逝去したことに言う、したことは彼に従属していたサトラップや将軍たちに衝撃を与え、サトラップっていうのは人名なんですかね、それとも国なのか。エテルトクは、帝国はそれらの権力者を統治する地域ごとに分裂、彼らはディアゴトイとなった。それ以来ディアドコイとそのまた後継者たちは彼らの影響範囲に存在するあらゆる国家を巻き込みながら帝国の覇権をめぐって長く苦しい戦いに明け暮れると。ディアドコイ戦争は未だ決着を見ない。なるほど。でだ、エジプトのちょっと現在の状況から確認していきましょうか。軍は3万の軍、30個大隊ですね。中身見ると、サジタリアス、弓兵が基本かな。それに歩兵部隊、重歩兵がいくつかに、軽騎兵がいくつかという編成になっているので、まあ、至ってオーソドックス、使いやすい軍の編成ですかね。あとは、今、30の緑のね、ズームしますか？少し。緑がこれ第一軍となってますけど、今軍としては第一軍しかなさそうですね。この第一軍に、まあ、せっかく画面開いたので任命していきましょう。ラジット自ら司令官に俺がなる。これラジットっていうのはきっと名字なんですよね。だって4つ下、まあ3つ下なのかな。ここにもメレガーラジットっていう人材がいますもんね。17歳にとても見えない。何なんだこの強烈な17歳は。すごいな。まあラジットっていうのが他にもいるということはきっとラジット自体は名字なんで、ポトレミーっていうのが、名前なのかな。ポトレミー王朝とかってさっき出てましたもんね。よし、この統治者自ら3万の軍を率いよう。はい。で、緑のが正規軍ですね、いわゆる。で、このブラックというかグレーというか、これになっているのが、傭兵なので、傭兵としても、まあ、金さえ払えば1万9000、その他の地域にも9000、1万7000、1万4000っていう、これらの軍を金次第で、まあ、味方につけられるよというところだと思います。で、他の情報もちょっと確認していきましょう。まずは、お金だね、お金。これ、ローマでチュートリアルプレイした時って、ローマのお金5000ぐらいあったと思うんですけど、700しかないのか。まあ、チュートリアルなんで、少し多めにお金をプレゼントしますみたいなのが出てたと思うんですけども、700。で、人的資源に関しては、108K ですね。K なんで1000だと思いますが、あとは、このあたりもどうなんでしょうね。チュートリアルでは700用意されていたそれぞれの数値。これも200というところですね。安定度はご覧の通りです。じゃあ、ここから確認しましょう。州としては、むちゃくちゃ多いね。で、見ていかなきゃいけない項目は、まずは、お、後継者候補に女の子がいる。いかにも、エジプトっぽいかね、このクレオパトラっぽい感じに育っていくんですかね。あとは、剛毛なヒゲ。ちょっとヒゲがね、僕全然ないんであれなんですけど、あとは赤ちゃんがいるね、ラジット。この辺は全員ラジットだな。この16歳のこのさ、メレガーラジットがむちゃくちゃ老けて見えるよな。ちょっと前にお話したと思うんですけど、ゴールデンウィーク期間中、まあ、僕は海外の方に遊びに行ってしまったんで、まあ、残念ながら、参加できなかったんですけども、中学校の、まあ、同窓会があって、その時ね、こんなんでした、みたいな写真が、送られてきたんですけど、まあ、ハゲ率が半端なかったですね、36歳にして。もうこういう人もいましたね、中には。こういう人も。まあ、だからなんだというところなんですけども、あと、まあ、法律ですね。親族婚が OK ですよとか、まあ、こういうのが入ってるんだな。奴隷の徴収。まあ、政府としてはこういう状態。で、軍事はまだまだですね。この後入れていく内容になるのかなと思いますが、
弓兵が1万、銃歩兵が1万、軽騎兵が今だと1万という計3万の軍ですね。で、残念ながら統計は、伝統はまだ選べないんですが、どれを選ぶかですよね。騎兵が有利なのか、歩兵が有利なのか、銃歩兵が有利なのか、まあ、もちろん戦い方によって変わるんだと思うんですけども、エジプトが大陸に、まあ、ローマとかと戦うっていうことを念頭に置いた場合、地理的な状況を見ると、まあ、少なくとも船が必要そうですよね。そうなると、船がコストとして、どういう形に跳ねてくるかなんですけども、前回チュートリアルでお話した通り、系統に関しては、3つに分かれていて、まあ、系統で言うと、一番左の系統を選んだ場合は、船の攻撃がプラス 10% が将来的に得られますと。で、真ん中の系統を選んだ場合は、将来的に防御 15% が得られますと。で、一番右を選んだ場合、建造コストなのかな？建造コストが、まあ、マイナス 15% になりますっていうところなので、まあ、どれを選ぶか悩ましいところかなというふうには思います。技術だな。まあ、ここは税収を上げるっていうのをベースに、考えていきましょう。お金が全然足りないと思う。で、外交ですね。今、順番的に並べ替えちゃうと、どうなんだろうな。アンドロス、コス、ちょっと実際の地域を見ながら話を見ていきますか。アンドロスとかコスとかってこれ従属国家だったよね、きっと。どこの国なんだというのがあるので、できればね、その、戦いたくないというか、戦争すればするほど疲弊するので、まあ、どうするかというとこですよね。ジュリアというのが、ここですね。ここ。で、ブレマーというのがここか。で、最後。ここが、ナバティア。どこと戦争するにしても微妙ですけど、まあ、一番オーソドックスなのはここ、ジュリアですかね。ジュリア。ちょっとジュリアの様子を見ると、大体は8000ってことだね。まあ数的には一緒にして圧することができそう。で、ブレミアは13師団。大体なんで1万3000かな。で、最後ここ、ネバティアに関して言うと、ちょっとね、読み方はごめんなさい。もう完全に間違ってるかもしれないんですけど、ここが6師団。6大隊なので6000ですね。まあ、周辺国に関してはどうにかなるのかなというところかな。で、ここは我々と、まあ、ある意味では、関係がある国ですよね。まあ、どこと戦争してっていうところで言うと、まあ、隣国で今、関係がマイナスになっているところを、まあ、まずはね、中心にと。ターゲットとして、見定めていくということになるんだと思います。ここはもう最終的にはね、どうしようかな。アレクサンドロスの帝国を再興する。再興じゃないか。あとは帝国の野望。ここにハーレム王国を建設するとか、エジプトだったらあってもいいと思うんですけどね。神権君主制。ちょっとこれ面白いんで上から見ていきますか。富豪君主制を採用する。安定度3を失う代わりに、宗教アイディア含め、ボーナスとして得られるものが、まあ、こんだけありますと。タイプは君主制と。軍需君主制も同じく君主制ですね。神権君主制ももちろん君主制。で、帝国の野望。おう。エジプトが帝国の生態を採用する。エジプト帝国。ファロス灯台っていうのは灯台の建造が始まる。なるほど。ミューズの寺院。いや、お金を結構失うね。そもそもお金が全然ないんでどうにもならないっていうところだな。で、最後。アレクサンドロスの帝国を再興する。
ちょっとじゃあどれを選ぶかっていうのをね、今後、じっくり選んでいきましょう。で、交易路がいくつあるのかっていうのも、ちょっと後で確認しておきますか。交易路がどんくらい用意されているのか。交易路が3分の2。まあ、週で見た方が確実かな。週で見た場合、3分の2しかないので、あと1個残ってるって形ですかね、交易路。まあ、これ交易路早速使っていきましょう。何を攻撃するかっていうのはね、出てくると思いますので。もう選べない。ちょっとこっから選んだ方が早そうなので、こっから選びましょう。で、交易路選択して、ラクダの輸入ができる。ラクダ騎兵、これが取れるようになるってこと？あとは蒙古馬、戦争。ほう。戦争ってでも高いんじゃないの？ちょっとマクロビルダーから戦争がどんくらい金がかかるものか確認しよう。戦争20。いや、戦争さ、入れる余裕ないよ。あとはラクダも無理でしょうよ。いや、もうちょっと身になるものを現実的な部分として選んでいこう。じゃあ何がいいかですね。まあ、研究ボーナスが得られるものがいいと思うので、研究ボーナスの得られるガラスを手に入れていこう。商業収入プラス5%に、研究ボーナスも入ります。ガラスを輸入中ですということですね。これで交易路を全部使った形になりましたので、交易は一旦見送りましょう。で、人物はこんなのがいますと。まあ、ラジット朝なので、ラジットがいっぱいいるっていうところなのかなというところですね。投獄された人物はいるのか、果たして。いない。で、傭兵はさっき見た通りですね、こんだけいますということなので、まあ、傭兵を将来的には戦争時には雇っていくというのも一つの手です。では、あと、掲示はちょっと見とく？研究ポイントなのか、税収なのか。いや、ここもでもあれだね。ローマだと20%とか超えていた国家商業収入のボーナス値が5%とかになってるんだね。これがエジプトか。研究ポイントなのか、国家商業収入なのか、税収なのか、ちょっと難しいですね。というところで一通り、ご覧いただいたので、ここからじゃあ、プレイの方を始めていきましょう。まずは、この肥沃なデルタ地帯を抑えているとはいえだ。エジプトの国家体系として、どこに、どう、まあ、先端を開いていくのかというのをちょっと考えていかなきゃいけないので、まあ、近くで言うと、この辺りなんだよね。ルピアで合ってるのかな？ルピア。8大隊のいるルピア。ただ、ルピアを攻略したからといって、陸伝いでローマに行くには、とんでもない量の国を平らげていかなきゃいけないので、だとしたら、東に進んで、ローマを倒すっていう、まあ、なぜローマをターゲットにしてるのかっていうところはあるんですけど、もしね、ヨーロッパの大陸に渡るんだったら、まあ、西に進んで海を渡る方が現実的かなっていう気もしますけどね。あとは、この砂漠地帯はそもそも通行不能って出てるんだ。動けるのはこのナイル川沿いだけってことですね。確かに、このナイルのデルタ地帯だけ青々としてますもんね。じゃあ、ゆっくり時間を進めていきましょう。税収だよな、税収。これをどう増やすかなんだけど、
今、プラス14.75でしょ？税収が28.42。公益を爆発的に増やすのは難しいので、税収を 5% でもいいから増やすっていうのが、現実的なところなのかな。じゃあちょっと宗教画面で。ハデスの祝福。ハデスってどうなんでしょうね。ハデス自体は、なんか、ヴィランズ。悪い方の神のイメージがありますけど。ゼウスの祝福。なんかこれだけ一つ神がかって強そうな感じですけど。内容的には侵略的拡大の変動がマイナス 0.01 だからね。0.01 だからな。まあ、ここはハデスの祝福にしておきましょう。すべての州の税収がプラス 5.2%。これが、まあ、得られますということですね。455年の、12月1日まで。まあ、約5年先まで得られますということでしょうか。で、あとは、軽視された一問もよくて、発明先に見る？これも税収を先に入れちゃおう。税収プラス 5% が入れば、全体としての税収がプラス 10% になるので、これでなんとかね、しのいでいきましょう。で、この他の画面を見ておくと、軽視された一問は置いといて、おわ、ディアドコイ戦争。謎のディアドコイ戦争だな。前代未聞の大帝国を築いたアレクサンドロス大王は10年前に急死。先ほど一番最初に出てきた内容と同じですね。この帝国には明確な後継者がいなかったため、ディアドコイとして、ディアドコイっていうのは後継者なんだね。後継者戦争ね。アレクサンドロスの遺産をめぐって争った。最も古くからの友人の一人である我らが君主プトレマイオスは、帝国の中でも最も豊かな地域であるエジプトを自力で獲得。ほう。これ画面で言う一番左上にいるのが、ここで言うプトレマイオスですよね。しかしながらグリースやシリアへの拡大は、最近行われたサラミスの海戦によるエジプト艦隊の全滅を伴って、かつて、フィーリギアのサトラップだった赤眼アンティゴノスに阻止された。これが赤眼のアンティゴニスなんですかね。アンティゴノスはおそらくディアドコイの中でも最も成功した人物だが、成功は敵を生み、今や彼は孤立していると。そうですか。特に選択肢として得られるものはないので、かつてのアレクサンドロスの帝国に請求権を得ると。ギリシャ、トラキア、マケドニアはじめこれだけの国に請求権が発生するということで、いきなり宣戦布告が可能になるということだね。まあ選択肢として選ぶしかないので、ちょっと選びましょう。で、続いては攻撃の申請。攻撃の申請が来ているよってことですね。地域の大国が宝石の輸出を要求しています。現在この生産物を輸出していないため、以下のボーナスを得ることができる。ちょっと今貴金属の産出量がどれくらいかわからないんですけど、とりあえず承諾者を。で、その上でだ、攻撃を見て貴金属があるのかっていう、輸出ボーナス貴金属あると見ていいのかな。財政かな、財政、政府じゃない、財政。産出量をどっかで確認したいよね。何をどんだけ産出しているかという中身をね。外交、いや、財貨だな。財貨だ。財貨を見ましょう。ほい。財貨とした、税収は、だいぶ上がったね。21.54。で、ごめんなさい。どこを見ればよかったのかというと、国家だったっけ？ちょっと慣れてなくてすみません。ここは確認をどうしてもしたいので、どこで
何があるか確認します。攻撃もいいよね。外交もいいし。どこで見るんだ。やっぱ財政だよな。州。あ、アイデアもここで選択できるという話だな。まあどれを選ぶかという話ですけど、まあ一旦置いておいて、貴金属をどこで手に入れたか、今輸出の状況を確認したかったな。ちょっと裏で確認しときます。今何がどこでどれだけ取れていて、何が余って、何を輸出して何を輸入できるのかというのは後で確認しておきます。で、軽視された一問、押した。交易路の申請。あ、ジュリアの施設がラクダの輸出を要求している。ラクダの輸出、もうこれもいいよ。まあ、ただ、さっきもお話したように、ラクダがどれくらい余ってるのかっていうのが、はっきりごめんなさい、分かっていないんで、ちょっと確認をしなきゃいけないですね。あと、軍事アイディアで今選択できるのが、陸軍の士気がプラス 10% あって、他は、コスト、船のコストが下がりますと。兵補充速度プラス 10%、 陸軍士気の回復がプラス 5%。 どれを選んでいくのかっていうのはちょっと微妙というか、分かりづらいというか難しいね。ここは一旦陸軍の士気プラス 10% を入れちゃおう。で、弁舌アイディア、弁舌アイディア、まあ、何を選べるのかっていうのは自分で選択が一応できそうです。で、ラクダの輸出 OK だ。バシバシ金にしていきましょう。ラクダを売りさばいて、まあ、それはそれとして、あと建設だよね。訓練所、市場、市場を建設する、訓練所を建設する。都市の人的資源が上がります。要塞のレベルが上がります。国葬がありますっていうところですね。ポップの昇格、はあ、ポップの回収、ポップの同化、交易費の輸入。何が余ってるのかだよな。今輸入を見てるもんね。ここは輸出だよね。産出量を見たいので、そうするとやっぱり国家なのかな。で、そうだね、ここで見れそうですね。となると全体を見ると、全体ではやっぱり見づらいんだ。デルタ地帯ではこんな感じです。まあ、家畜がありますとか、これはどうやら地域ごとに見ていくのが見方なのかな。まあ、きっとまとめて国家自体でも見る方法があるんじゃないかなと思いますが、これ宗教分布だもんね。これ奴隷だし、確認したいのはそこじゃないんだよな。どっかで確認を全体としてできれば一番いいかなと思うんですが、でお金は順調に増えているものの、軍の、そうだな、おっと、ここで選択肢、総督の侮辱ということで、3つの選択肢が出てますね。どれを選ぶかによって得られる内容が変わってきますが、まあ、金を失うのか、アッパーエジプトって出てるので、多分、さっきの説明によると、神エジプトで合ってるのかな。神エジプトで、まあ、お金、忠誠、いずれかを失った上で国葬を得ますと。続いて2つ目の選択肢は、都市の不穏度がマイナス 2%、 都市の税収が、ちょっと待って、都市の税収プラス 50% って半端なくないか。ただし、忠誠40を失う。これでかいよな、忠誠40って。で、まあ、統治者が人気10を失う代わりに、アッパーエジプトの総督は忠誠5を得る。ちょっともう一度確認すると、
エジプトの総督40の忠誠を失う代わりに都市の税収が 50% って半端ないよね。金に目がくらむな。金200を失い、忠誠10を失い、国葬を得る。どれがいいかな。上、まあ、国葬を得ておく、今一つも持っていない。国葬を得ると確か幸福度が上がるっていうボーナスが効いてましたよね。総督の恥辱。いや、都市の税収だな。金に目がくらむ。これでいこう。総督不在がいるということであれば、総督任命しよう。俺が兼務すると言いたいところなんですけども、ここは無難に、まあ、行きましょう。で、続いては、何か噴火的な、自然天災的なものが起きてますね。で、これに対して、待ってくれ、金352を失うとかさ、きつすぎるわ。で、安定度を失う代わりに自分でやってねえという話ね。どれがいいのかね。津波、地震、地震による荒廃、影響、悪影響しかないからな。都市の税収がマイナス 60% とか。これさ、何があるかというと、人気を得るか、まあ人気を得とくか。まあ、地震災害だったらね、こちらで救済して、この隙にしっかりと我々の王朝の強化を、人気を図りましょう。ただ金が一気にドーンと減っちゃったんで、とりあえず軍は、まあ戦争をしていないとはいえだ、動かそう。いつでも戦争ができるように軍を動かしておきます。まあターゲットはここに決めましたね。もうターゲット選定は済みました。お、プトレミーザ公職。なんか、いかにも公職って言っているんで、僕の好きなジャンルっぽいんですけど、ちょっと中身見ておくと、これは何なんだろう。インタレスティング、公職を得た。ちょっと待ってくれ、どういうこと？公職を得たになってるけど。これは一夫多妻制だろうからね、この時期の。まあまあこの時期とも言わないか。だってタイの王様とかも一夫多妻制ですもんね。今なんか4人目の、奥さんを迎えたみたいなニュースが、つい1週間2週間前に出てたと思いますけど。で、日本語モッドはね、入れさせていただいてます。本当にありがとうございます。まあ、おそらく日本語モッドもより強化されていくんじゃないかな、というふうには思いますが、金がなさすぎるな。なんとか金を得るための何か、策を考えていかないといけないな。税収を上げる。あるいは、交易品をバシバシ、輸出していくっていうことになるんだろうね。プラス 4% とか研究ポイント 5% とかって出てるんだな。これで交易設定ができるんだ。交易路を作成。はぁ。なるほど。これ多分全部あれですね。パルピスが生産されているところで、余剰があれば、これに関しては交易路を作成して交易が可能だという話だね。はぁ。ちょっと、
この辺りはしっかり見ていってもいいかもしれない。交易で莫大な金を得るというのも手ですからね。セントラルデルタ、ここが多分一番穀倉地帯としてはいいんだよね。穀物結構余ってるという話だよね。プラス5。研究ポイントプラス5が得られるなら全然売っていくよ。交易路を作成しようじゃないか。ただもう交易路として持っているのがないんだな。交易路をどんどん増やしていくっていうのも手ですよね。各州に関しては軍が移動完了してるけど微妙に大隊を一つ失っている。違うね、重砲兵が100ずつ減ってるんだな。移動によるこれはおそらく補給限界超過だね。となるとちょっと待ってね、3万という軍勢を動かして一気にあそこを潰す方がいいのかな。今だと無駄にというか普通にというか何も戦いをしていないのに1師団分を失いましたもんね。とはいえもうここまで移動してきて戻すのにまた、師団1大隊相当を失うのであれば、一気に開戦して、潰した方がいいでしょう。外交画面を確認します。隣国ここだね。ここに対して戦線を布告する。戦争目標どこを獲得するかはぶっちゃけどうでもいいからな。一番近いところ田原を獲得するために戦争を仕掛けていきましょうか。いや優位性を示すでいいかな。田原がないもんね。だってここ田原 STU の田原がないので敵側、同盟国、むっちゃ多くないか。マジですかい。いやー、ちょっと待ってくれ。敵側の同盟国が多すぎる。なんか勝てる気がしない。ちょっとここは戦争の作戦を一度練り直しましょう。というところでね、ちょっと時間長くなっちゃいましたので一旦ここまでにさせていただきます。次回おそらく戦争を始めると思いますが、こんな感じでね、エジプト大帝国アレクサンドロス帝国なのか王朝なのかその復活なのか、プレイの方はねやっていきたいと思いますので、ちょっと皆さんからいろいろ教えていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。